今回はですね、ジャブローに散るのですね、第3回になりますね。えー、まあ、あの、第1回、第2回で A パート前半やったんで、今回後半なんですけども、えー、ですね、ジャブローに散る後半です。で、これまでのですね、流れを一応、まあ、あの、作ってみました。 これまではですね、まあ、ガウが編隊で攻めてきたと、12機編隊で攻めてきたと、ジオン初のジャブロ攻略作戦が始まるぞ、ということですね。ジャブロまであと1時間というふうに言ってました。で、えー、ホワイトベースが手とあに新型戦艦があると。で、えー、ジャブロ司令部はですね、第一戦闘配置を宣言しました。で、ガウはですね、ジャブロにですね、攻撃開始して、まず、えー、ミサイルでですね、えー、揺さぶります。で、 えー、セーラさんはアムロの車の横に乗ってやってちょうだいというふうな感じで,ですね。命令してですね。まあ、いよいよ、あの、戦闘シーンに入りますということで,ですねキャ。アイキャッチが入ってですね、後半に入りました。で、えー、まあ、あの、こっからどういうふうになるのかっていうと、まあ、ガウからですね、攻撃開始。まあ、いちいちもうそういうのを細かく細かく絵では見せないんですけども、えー、ジャブロもですね、ミサイルを撃ったりですね、あと戦闘機を出したりして反撃しました。で、ブライトたちはホワイトベースに乗り込みます。 で、えー、乗り込むときにですね、ウッディタイですね、まだホワイトベースを修理してるウッディタイとですね、話し、すれ違いざまに話して、とりあえずモビルスーツは直しておいたが、ホワイトベースは使えんぞっていうふうに言います。まあ、あの、実はですね、この時のウッディタイですね、あの、危機感が全くないんですね。あの、敵が侵入してくると思ってないんですよ、ね。またいつものジオンの攻撃かというふうに思ってるんで、自分たちは修理をですね、いつものペースで進めているんですね。あんまり危機感がない。これがですね、あの、後の伏線になります。 で、ブライトはですね、えブリッジに入ってですね、出撃できるかっていうふうに聞くと、あの、オペレーターがですね、ジャブローの入り口の警備ということで、アムロとセイラはジーブルで出ますというふうに説明します。で、ブライトはですね、カイとハヤトはガンキャノン、ガンタンクで発進しろというふうに言ってですね、これであの、キャノンとタンクですね、ガンタンクとガンキャノンがですね、配備されます。 で、あの、まあ、司令部からのですね、指示が全然ない、出してくれないんでですね、どんどんですね、ブライトは独断で命令を出していきますですね。まあ、さりげなくこのあたりでですね、あの、ブライトの成長がですね、描写されています。そこで今回ですね、出てくるのがですね、えー、ジムですね。アムロと、あの、セイラはですね、ジーブルで出動するんですけども、セイラが驚きます。 あれは何ガンダムっていうふうに言うんですね。で、見るとですね、はるか向こうの方をガンダムっぽいシルエットが横切ってるんですね。で、アムロこれ知ってるんですよ。いえ、あれはジムです。ガンダムの生産タイプですっていうふうに言います。ということで、今回、えー、初めて、なんかね、前振りも何もなく急にジムが登場するんですね。えー、まあ、顔のデザインだけで、 連ン版だとわかる。なんかね、うまい作り方です。あの、背中のです、ね、ビームサーベル1本だけで、顔の目のところが2つ目じゃなくて目が片方だけですね。で、さりげない出され方をしたのでですね、ちょっとあの、本放送の時に視聴者にかなりショックを与えた。え、ガンダムの量産型なんてあるのっていうふうなことと、あとやっぱ見た時のこの、 あ、これは確かに生産タイプだわ。ちょっと安くなってるわってこの見せ方でですね。まあ、本放送ではかなり視聴者に視聴者あのショックを与えて、アニメ雑誌でもすごい取り上げられたのを覚えてるんですけども。ということでですね、えー、連邦軍はですね、徐々に徐々にモビルスーツを配備しています。ただ、正直言ってまだ警戒態勢って言ってもですね、あの、本格的に戦争が始まるとは思ってない。 な,んですね、なので入り口を守れて言ってまあ、敵来るか来ないかわかんないけども入り口だけでもですね、警備しとこうかという感じなんですね。でそこに、まあ、あのシャアのズゴック部隊です、ね、がですねあの降下します。これはあのガウ攻撃空母の前のハッチが開いて、えー、ズゴックが見えるとこです。 で、ハチが開き切るとですね、の、まあ、あの、頭が見えないんですね。この前の部分が邪魔をしてて、ね、ハチ。なので、ズゴックがちょっとしゃがんで出てくるとですね、まあ。こういうですね、頭を下げる。なんかこう、あの、な、なんでしょうね。出っ張った時頭が当たらないように、こう、頭下げて、よいしょって出てくるところが、こういうところがですね、かわいいんですよね。あの、後で説明しますけどもね、 やっぱ今回のね、戦闘シーンのですね、欠点はズゴックが可愛すぎることなんです、ね。多分これも他のモビルスーツで見るとリアルって見えるわけですよ。だから、グフとかドムがこう頭下げて出てくるシーン入れるとお、リアルだなって見えるんですけど、ズゴックがね、なんかこうずんぐりむくるやつかね、なんかこう,こうやって出てくると可愛くしか見えないんですよね。で、えー、グフやザックドムがですね、戦闘効果を始めます。ですね。こんな感じでですね、いよいよ、 ガウ攻撃空母からモビルスーツがですね、下へ降りていくわけですね。で、えー、ところがですね、下からの対空砲火で次々とですね、モビルスーツがやられていきます。シャアもですね、さすがジャブローだ。何機のモビルスーツが降りられるんだっていうふうに言います。で、下の3ームのシーンになります。3ームのシーンになると、まあ、ここにレーダーがあって、ちょっと見えにくいんですよ。赤い点が点滅してて、これが降りたモビルスーツですね。28機のモビルスーツが降下したようです。 それに対してですねお互い将軍同士がかなりの大舞台だなとは言ってもジャブロー全体を攻撃するには少なすぎるっていうふうに話し合いますまああのジャブローの大きさは、まあ、あの本編で出てこないからよく分かんないんですけど多分ねどんなに広くても山手線の内部程度だと思います多分その、うん そこまで広くないな。あの、東京都で言うと、新宿区とかですね、なんかそういう区の一つぐらいだと思うんですね。でも、それでも本格攻撃するんだったら、3桁ですねあの、100機とか200機ぐらいのモビルスーツは必要だと思うんですけども、そこまでですね、あの、数が多くないと。で、この将軍同士の会話で、狙いは宇宙船ドックのある A ブロックのみだ、というふうに言います。 ホワイトベース、付けられましたね。あとを付けられたんですね。だから宇宙船ドックのある A ブロックを狙われたんだと。とそうするとこの偉い将軍がですね、ああ、永遠に厄介者かな、ホワイトベースは、というふうに言います。 でこのホワイトベースは厄介者だなっていうシーンに繋がってそのまんまホワイトベースのブリッジがポンと映るんですね。でそこでですね参謀本部からの情報が入りませんっていう報告を受けてブライトさんが参謀本部は何やってんだこのあと怒鳴り込んでやるっていうふうに言うんですけどまあ行きがってるんですけども実はホワイトベースっていうのはまああのなんだろうね厄介者も今回扱いされててだから情報もですね流してもらえなかったんだっていう流れが分かります。な、まあ、なかなか、ね、ううまいいでですすよねねととこ敵は まず、えー、っとですね。まあまあ、このガンキャノン、ガンタンク、あと、ジーブルですか。アムロたちが乗ったジーブル。まあまあまあ、ちょっと適当に置いていきますね。ジーブル、ガンキャノン。で、こう、あの、応援に来てるですね、ジムっていうふうなことでですね、えー、これがですね、あの、警備する側です。で、それに対してですね、シャアは先発隊たちと合流して、まあ、ゴックが現、現れ現れですね。 で、シャアが乗った、よいしょ、ズゴックがですね、えー、対して現れて、まあ、あと、今回新型のですね、ついに登場しました。新型モビル、スーツと言っていいのかわかんないな。かなりでかいゾックっていうのはですね、こう出てくると。これが今回のですね、えー、戦闘シーンの展開になりますんですね。で、シャアはですね、シャアですね、えー、このゴック二機に、 えー、モビルス、あの、連邦軍の最大の入り口の攻撃を任せて、自分はですね、ポラスキノフの乗っているゾックと一緒に、ちょっと違う上流にあるですね、えー、小さい入り口から侵入します、しようというふうなことになります。で、ゴックはですね、入り口を爆破して、ついにですね、えー、連邦の基地、ジャブロの中に侵入します。